アルベルト・コンタドール、アルベルト・コンタドール・ベラスコ、アルバート・コンタドール・ベラスコ、1982年12月6日帯は、スペイン・マドリード生まれの元自転車競技、ロードレース選手。2007年のツールド・フランスと2008年のジロで、イタリア及びブエルター・エスパーニャで、総合優勝し、史上5人目となる、グランツール完全制覇達成者となった。 幼少期は、サッカーや陸上に親しんでいたが、自転車競技をやっていた兄の影響を受け、自身も競技を始めるようになる。そして2002年に、スペインの U-23 個人タイムトライアルで、優勝するなどの身を挙げて、2003年に音声ロスキで、プロデビュー。同年のツールドポローニュデステージ優勝を、飾りプロ初勝利を飾ったほか、ブエルター。 カスティーリア・レオンでも総合4位に入り、期待の若手選手としての評価を高めていった。しかし2004年5月12日、出場していたアストリアス一周の第一ステージで、突然意識を失って、落ち者。緊急輸送された病院で脳の海面上血管危険が原因と判明。緊急の回答手術が行われた。一時は、生死の境をさまよう渋滞に陥ったが、 半年間の入院期間を経て退院。その復帰初戦となった2005年の1月に開催されたツアーダウンアンダーの第5ステージで勝ちを果たして復調ぶりをアピールしたほか、同年3月が最後の開催となった瀬戸マナ中タラナ、カタロニア週間レースでは総合優勝を果たした。その後、バスク一周では優勝のダニーロギルーカ、二位のダビデレベリンのイタリア勢に続く、 総合3位に入りポイント賞を獲得。ツールド・ロマンディでもステージ勝利を挙げて、総合4位に入った。さらに初出場となったツールド・フランスでは、総合31位、マイ・オブラン、新人賞争いでは3位に入り、活躍の場を一気に広げていった。この年はツールド・ロマンディステージ1勝を挙げて、総合でも2位。ツールド・スイスでもステージ勝利を挙げる活躍を見せたが、 ツールドフランス開催の迫る5月末に行われたドーピング発作戦オペラシオンプエルトで所属チーム監督が逮捕されスポンサーが撤退一時はチーム解散の危機に遭うその後新たなスポンサーがつき出場の目処こそついたが直後に UCI からドーピングの疑いがあるとしてコンタドールに出場停止処分が下されるうき目にあったその後無罪となり停止処分は 解除されている。また今回の騒動と発端となったスペイン人医師もコンタドールは知らないと語ったとされる。さらに、追い打ちをかけるようにブエルター・エスパーニャに向けた調整のために出場していたブルゴス一周の第四ステージ終了後突然の失神。幸いすぐに意識を取り戻したものの2年前の多項性血管腫の後遺症と診断され。 大事を取るためブエルタの出場はキャンセル。その後もレースに出ることのないままシーズンを終え、結局オペラシオンプエルトの煽りでこの年いっぱいで、チームも解散。新しい所属先を探すことになった。2007年1月にディスカバリーチャンネルプロ、サイクリングチームへ移籍。パリニースでは、頂上ゴールが設定された第4ステージで、ステージ優勝を遂げたほか、 最終ステージで総合主位だったダビデレベリンを逆転して総合優勝を果たし初のメジャータイトルを獲得。続くプエルター・カスティーリア・イレオンでも総合優勝を果たした。この勝利が評価されツール・ド・フランスではリーダーゼッケンをつけるリーバイ・ライプハイマーに次ぐ2番手のポジションを与えられ、 同年のジローでイタリアでエースを務めたヤロスフ・ポポビッチをアシストに従えるという贅沢な夫人で挑むことになった。二つの長久山岳、パイエル峠、標高2001メートル、平均勾配7.2%、長さ16.8キロメートルトップラトード、ベイユ、標高1780メートル、平均勾配7.9%、長さ19.7キロメートルを登る。 第14ステージ3丁ゴールにおいて、初のステージ優勝を、果たして総合でも2位に浮上。総合首位だったミカエル・ラスムッセンに、第16ステージで競り負けて、差を広げられたものの、次ステージ前に、ラスムッセンが棄権したことにより、ついに総合トップへ、浮上。第17ステージ終了後に、待望の前を上流を支柱にした。この時点で、 総合2位のカデル・エヴァンスとの差は1分53秒、4位のライプハイマーとも2分49秒差にとどまり、両者が得意とする個人タイムトライアルが行われる、第19ステージの結果次第では逆の可能性があったが、懸命の走りで区間5位に食い込み、ステージ優勝したライプハイマーから2分18秒、エヴァンスからも1分27秒遅れにとどめて23秒差で、 エヴァンスを振り切り総合1位を死守。史上稀に見る接戦を制して、24歳の若さ、そして、グランツール2回目の出場にして、総合優勝を達成。新人賞のマイオブランも同時に獲得し、ローラン・フィニオン、1983年、ヤンウル・リッヒ、1997年に続く3人目の、ツール・ド・フランス総合優勝新人賞、同時獲得者となった。 しかし、ツールド・フランスが終了した翌7月30日に、オペラシオン・プエルトに関連して、コンタドールの名前が書かれたリストを、ドイツ警察当局が入手したという話を契機として、ドーピング疑惑が浮上。これに対して本人は一貫して、潔白を主張し、疑惑を証明するような事実も出てこなかったが、当年限りで所属チームのディスカバリーチャンネルが、解散することを決定しことも重なり、 シーズン終盤は、レース出場よりも、遺跡先探しに奔走せざるを得なくなった。そのため、ツール・ド・フランス以降は、カテゴリーの低いレースに出場することはあっても、世界自転車選手権や、UCI プロツアー対象レースに出場することは、なかったものの、ツール・ド・フランスなどでの活躍が高く評価され、2007年度のベロドールを受賞、大飛躍のシーズンを締めくくった。 2008年は、エースだったアレクサンドルビノクロフを、ドーピング疑惑で失い、チームの立て直しが急務だったアスタナに監督として、迎えられたヨハン・ブリネールから誘いを受けたことあり、ライプハイマーら5名のチームメイトと共に、アスタナへ移籍。しかし、この年は、UCI とアモリスポリオルガニザシオンの対立の煽りで、前年度に、 大きなドーピング問題のあったアスタナを ASO が主催するレースには招待しないという表明。詳しく、パリニース 2008ASO が UCI を排斥を参照がなされ、前年度の総合優勝者でありながらツールドフランスの出場が不可能となってしまったほか、ジロでイタリアを主催する RCS がジロでイタリアについてもアスタナを招待しないことに決したことから、一時は 当年のジロ出場も不可能となった。常実の問題から途中遺跡騒動まで持ち上がったが当人はこの噂を否定。その過中に開催されたブエルター・カスティーリア・イレオンでは連覇を達成した。さらにバスク一周でも第一ステージから総合首位に立ち、そのまま最後まで首位を守って総合優勝して実力を猛アピール。さらにツールド・ロマンディでも アンドレアス・クレーデンが総合優勝ルなどアスタナの活躍が続いたためか、ジロでイタリアを主催する RCS が開催一週間前になって急遽招待を決定した。しかしこの時、コンタドールはバカンス中でビーチでトレーニングしてたとコメント。全くコンディション調整をしていないままで参加する事態になり、その上前年のツールドフランス総合優勝者という、 ことで周囲からも厳しいマークに遭うことにな。それでも徐々に調子を上げていき、第8ステージでの落ち車で、左腕の頭骨に、ひびが入ってしまう事態に見舞われたものの幸いにして、怪我の程度は軽く、厳しい上りが設定された第10ステージの個人、タムトライアルでは、ステージ2位の階層を見せて、総合で4位まで浮上。その後の山岳ステージでも堅実な走りを見せ、 第15ステージ終了後、ついに総合首位に立って、マリア・ローザを獲得。その後も、第16ステージでは、プランデ・コロネス、標高2273メートル、平均勾配8.4%、最大勾配24%へのヒルクライム個人、タイムトライアルにおいて、ステージ4位など3週間を通じて安定した走りを手、区間未勝利ながらも、リカルドリッコや、 ダニーロディルーからとの激戦を制して、イタリア国籍選手以外では1996年のパベルトンコフ、ロシア以来12年ぶり、スペイン国籍選手としては1993年のミゲル・インドライン以来15年ぶりとなる総合優勝を果たした。8月の北京オリンピックでは男子ロードレースと男子個人タイムトライアルに出場。ロードレースではアシストに徹し、 中盤の牽引役を務めた後でリタイア。個人タイムトライアルでは、中間のタイム計測地点ではトップに立ったが、後半ペースが落ち、優勝したファビアン・カンチェラーラに遅れること1分18秒で4位となった。そして迎えた、ブエルター・エスパーニャでは前半は、堅実な走りに徹し、最難関と見られた第13ステージの、マノヤマと称されグランツール最難関のヤマと噂の、 アングリルの上りで、リーバイ・ライプハイマーとの絶妙な連携を見せて、総合優勝を争いのライバルである、カルロス・サストレを引き離し、しぶとく食い下がるアレオハンドロ・バルベルデラも振り切って、ステージ優勝。ついに、マイヨーロ、ゴールデン・チャージを支柱にすると次の、第14ステージでも勝利し、その後も安定した走りを見せて、総合優勝、複合賞も獲得。1981年に、 序盤にバッタリンが達成して、以来史上3人目、1995年に、ブエルタが開催時期を、現在の開催時期に、以降、1994年まで、例年を胸、4月から5月にかけての開催、してからは、初となる、同一年度におけるジロとブエルタの、両レースでの総合優勝達成者となったほか、史上5人目となる、グランツール完全制覇の偉業を達成た。 ボルターン・アルガルベでは初の総合優勝を飾りシーズン初頭から好調な走りを見せた。3月に行われたパリニースでは第1、第6ステージを制し第6ステージ終了時点で総合首位に立ったが第7ステージ終盤にハンガーノックを起こして先頭集団から交代、ルイスレオン・サンチェスに首位の座を明け渡し総合4位となる。一方、 4月に行われたバスク一周では逆に第4ステージにおいてサンチェスから総合主位の座を奪いそのまま最後まで守り切って総合連覇を達成した前年制覇したジロでイタリアには参加せず6月上旬に開催されたドーフィネ・リベレに出場ツールド・フランスのための調整を主眼とした走りで総合3位に入ったまた同月下旬に行われた 国内選手権、個人タイムトライアルを制覇。ツールド・フランスは2年ぶりの出場となった。モナコで行われた第一ステージの個人、タイムトライアルにおいて、ファビアン・カンチェラーラに18秒差の2位に入り、山岳賞部門では主位。第四ステージのチームタイムトライアルでは、区間優勝に貢献する走りを見せた。ピレネー山脈越え山岳ステージ第一ラウンドとなる。 第七ステージのアンドラ・アルカリス、標高2240メートル、途半距離10.6キロメートル、平均勾配7.1%の頂上ゴールでは、強力なアタックを見せて、総合争いのライバルたちを引き離し、総合首位のリナルドのチェンティーニに対し、6秒差の総合2位に浮上。そして、アルプス山脈越え山岳ステージ第1ラウンドとなった、第15ステージ、スイス、 ベルビエ、標高1468メートル、途半距離8.8キロメートル、平均勾配7.5%、最大勾配8.5%の、頂上ゴールを制し、総合首位に立った。アルプスでの山岳ステージが終了した直後に、行われた、アヌシーコを周回する、第18ステージの ITT では、モナコで敗れたカンチェラーラに対して3秒差をつけて、破り、2度目の区間優勝。 また、総合2位のアンディ・シュレクに4分11秒の差をつけ、この時点で2度目の総合優勝に大きく前進。そして、最後の勝負どころとなった、モンバンツがゴールの第20ステージでは、アンディに1秒たりとも、差を縮めさせず決着をつけ、2回目の総合優勝を、果たした。UCI ワールドランキングではツールで、ステージ3賞、総合優勝を達成したことでツールドスイスまで、 トップであったアレハンドロ・バルベルデからトップをダッシュ。その後のレースにはほとんど出場しなかったが、特にワールドカレンダー指定レースはツールがラスト、ブエルタ終了時点での2位、バルベルデに44ポイント差で逃げ切り、バルベルデがイタリア国内でレースができないために最終戦のジロデ・ロンバルディアに出場できないことから、この時点でワールドカレンダー以降後初の年間王者が決定した。 2009年オフ、今年のランス復帰によるアスタナ WS 体制に不満があり、また、ビノクロフの復帰により、カザフスタンチーム色が強まることの懸念、レディオシャック立ち上げによる有力アシスト人離脱、アスタナの経営難などという、様々な不安要素を抱えたコンタドールは、遺跡を決意。これには、ケスデパーニュ、ガーミンスリップストリーム、 クイックステップら多数のチームが獲得に名乗り出る。しかしながら、アスタナの契約が、あと一年残っており、強制離脱しようとした時の医薬金が、かなりの額になることが発覚。アスタナ内マネージャーの内紛などもあり、残留か、それとも強制離脱なのか、円満離脱なのかは、泥沼と化す。基本的には、医薬金額の関係で残留しかないと思われていたが、 その後契約書にアスタナがプロツアーチームであれば契約という文章が発見され一時期アスタナが経営難を理由にプロツアーイセンスが降りないという報道があったために遺跡にゴーサインが出されたしかしながら11月26日新たなスポンサーを獲得したことによるプロツアーライセンスの申請が許可された結果残留が確定した 昨年までチームにいた有力アシスト陣がチームレディオシャックに移籍したためチームのアシスト力が懸念されていたが2月に行われたボルターンはアルガルベオ連覇3月のパリニースではマンドの3丁ゴールとなった第4ステージを制して総合首位に立ち追いすがるアレハンドロ・バルベルデに11秒差をつけ3年ぶり2度目の総合優勝 4月に連覇中だったバスク一周を回避して、当年よりバスク一周終了後の開催時期に行こうとなったブエルター・カスティーリア・イレオンに参加して2年ぶり3度目の総合優勝。その後、これまで滅多に出場することがなかった春のクラシックレースに参加することになり、フレッシュ・ワロンヌでは優勝のカデル・エヴァンスと同タイムで3位に入った。本人曰く、 クラシックの経験を積むために参加したという。6月に行われたクリテリウムデュ・ドーフィネ、ドーフィネ・リベルでは、第6ステージのラルプ・デュエースズ・ゴールを制し総合2位と、ポイント賞を獲得。その5連覇を期してツール・ド・フランスへと挑んだ。アルプス山脈越え、第1ラウンドの第8ステージ終了後、総合3位に浮上。続く同、第2ラウンドの第9ステージでは、 総合主位に浮上することになるアンディシュレクと同タイムでゴールし総合2位に浮上したその後4ステージ続くことになるピレニー山脈超えラウンドではアンディとの虚否実実の戦いに終始した第15ステージバレ峠付近となる残り 24km 地点でアンディがアタックを仕掛けるとこれを猛追直後にアンディの自転車のチェーンが外れ 失速したが、構わずに加速を続けた。結局、このアタックが実り、区間7位でゴール。区間12位に終わったアンディに39秒の差をつけ、総合時間差ではわずか8秒差ながらも、ついに、前を上流をダッシュした。アンディのトラブルを待たなかったことに関しては非難する、見解と、 コンタドールが追撃を始めた後でのトラブルであり、重要な勝負所で、レースが動いた局面では待つ必要はないという、見解に意見が分かれたが、表彰台ではブーイングをも浴びることとなった。その後、ツールマレー峠ゴールとなった第17ステージでは、終盤、逆転をキスアンディとのマッチレースが展開されたが、同タイムゴールの区間2位でまとめ、最後の正念場となる。 第20ステージの個人タイムトライアルを迎えた。迎えた同ステージでは、総合上位陣のスタートする時間帯に、向かい風が強まりタイムが伸びず、区間優勝のファビアン・カンチェラーラよりも6分近く、遅い区間35位に終わったが、区間44位のアンディには31秒の差をつけた結果、アンディを総合タイム39秒差で下し、2年連続3度目の総合優勝を果たした。 しかし、2012年2月に、ドーピング違反が認定されたことにより、この優勝は剥奪された。ツールド・フランス終了後、チームサクソバンクの更新チーム名である、サクソバンクマイナス3ガードに移籍することが決まった。2011年は、クレンブ・テロールの陽性反応問題を引きずったまま、シーズンインを迎えた。ボルターンがアルガルベ・から始動。 カタルーニャ一周の前哨戦となるブエルター・ムルシアで総合優勝しカタルーニャ一周ではアンドラノ・バイエノルの山頂ゴールとなった第3ステージ制して総合首位に立つと最終ステージまで守り切って総合優勝を果たしたが2012年2月にドーピング違反が認定されたことにより2011年1月25日から出場停止処分が適用され 出場停止期間中とされたことで優勝は剥奪された。3年ぶりに出場したジロディイタリアでは、校長のミケーレ・スカルポーニと、前年のブエルター、エスパーニャ総合優勝者である、ビンチェンツォ・ニバリとの三つどもえ戦が予想されたが、エトナがゴールの第9ステージで2人を圧倒して、区間優勝を果たして、マリア・ローザを奪取すると、その後のモンテゾン・コランや、 セストリエーレなどの山岳コースゴール区間でも安定した走りをせ、なんと総合2位のスカルポーニーに対し6分10秒ものリードを持って総合優勝。ポイント賞も合わせて獲得した。また山岳賞部門でも第13、14ST で首位に立ち、両区間では3部門で首位を経験した。そして、これで、 グランツール出場機会6連続優勝を果たしたが、後にドーピング違反の出場停止期間中とされ優勝は剥奪となった。2011年のツールドフランスでは、第1ステージの落ち者で1分以上のタイムをロスしたものの、当初はちょうど良いハンデキャップなのではないかという声もあった。しかし、最初のピレネー山岳ステージとなった第12ステージで優勝候補たちから遅れを取ると、 ジロの疲れから回復しきれていないことが明らかとなった。アルプスに入った16、17ステージでアタックして、遅れを多少取り戻したものの、ガリビエ峠にゴールする、第18ステージでは再びカデル・エヴァンス等から遅れ、最終的には、総合5位で終わり、出場グランツール連勝記録は途絶えた。後に2012年2月に、 ドーピング違反が認定により2011年1月25日から出場停止処分が適用されたことで順位も剥奪された。なお、2011年シーズンはツールド・フランスをもって活動を終了することになった。トレック・セガ・フレードと一年契約を結び、かねて言っていた通り現役続行。3年越しにわたる論争の末、コンタドールは陽性と判定された。 2006年のリバティセグロスウルトでは BH グローバルコンセプト G2 を使用し、山岳コースで強烈な登りを見せている。後にこのフレームはその年の秋に最高フレーム賞を受賞、ISP の優位性を見せつけ、その後の流行の発端となった。今でもこのフレームの性能は色褪せていない。2007年に所属したディスカバリーチャンネルではトレック社のマドンに、 シマノのデュラエースを装着してツールド、フランス総合優勝を果たしたが、2008年は、SRAM 社の最高級コンポであるレッドを、マドンに装着してジロでイタリアを勝ち取っている。2009年のツールドフランスは、トレックマドネー6.9プロ、SRAM レッドボントレガーのコンポネートで、再びツールを勝ち取った。2009年シーズンオフに、スペシャライズドと、 個人的にスポンサー契約を結ぶ。チームとメーカーという契約は当たり前ではあるが、個人とメーカーの契約は異例のこと。以前はクライマーという認識が強かったが、アマチュア時代にスペイン選手権の言う -23 個人、タイムトライアルで優勝するなどもともとタイムトライアルの才能も合わせ持った選手である。そのため近年のレースでは、 タイムトライアルスペシャリストに迫る能力を発揮しており、現在は、あの、ダンスアームストロングに、別次元のライダーと言わしめるほどのオールラウンダー型の、線へと進化している。特に強みが見えるのは、急斜面でのアタック能力で、勝負所の峠で切れ味鋭いアタック開始、一撃で他を置き去りにしゴールまで持っていくという、戦法を得意としていて、零八部エルタや零九ツールで、この戦法で、 リーダーチャージを奪い取っている。細身でありながら TT スペシャリストを撃破するほどの激走ができる。一方で、ワンデーレースにおける顕著な実績は前日の国内、選手権個人 TT 制覇くらいで典型的なステージレーサーと言える。応戦はドーピング違反により抹消された戦績。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。